確かにめっちゃ反射してる。どうも皆さん。ありがとうございます。今日はですね、この上にも書いてある通りなんですけど、勉強配信をしていきます。頑張るぞ。そろそろテストが近いということで、ちょっと焦っているんですけども、今回まずいかもしれないからね、ちょっと焦っているんですけども、今日はですね、勉強頑張りつつ、ちょっと日頃のお話を少々していこうかなと思っております。今日なんか前髪の調子が悪しゅうございまして、いいかも、あれ。これは眼鏡、なんていうの、ドア入っておりません。私は目はいいので、AA でございますが。では早速今日勉強していくのはこちら、てれん、理科でございます。私は理科がとてつもなく苦手でして、もしかしたら数学よりやばいかもしれないというやばい教科となっております。ちょっと前数学より理科が悪くて、ちょっとびっくりしちゃったという。頑張るぞ。硫酸と塩化バリウム水溶液が反応して硫酸バリウムの白い、今日皆さんが何をお過ごしでしたか？今日日曜日ですよね。今日は日曜日でしたが、皆さんは何をしていらっしゃったのだろう。いいですね、皆さん。野球。配信。みんな友達が来てくれてます。イエーイ。友達もみんな頑張ってましたね、勉強。なのでそれに煽られ、私も今日は勉強配信でございます。そう、今は理科の勉強をしております。そうだから、そう、友達も一緒にテストだからね。待ってるよ。あーさんはですね、すごくノートのまとめ方が上手なんですよね。ほんとなんか天才なのかなと思うぐらい上手なんです。で、超わかりやすいので、いつもまとめたやつを見せてもらったりしちゃってます。ありがたい話です、ほんと。ありがてえ話。そう、あーさんの字はいつ見てもなんか綺麗なんですよね。見習いますね。めちゃめちゃ綺麗なんですよ、あーさんは。本当に。なんでそんな綺麗なんだろう。なんか急いでても綺麗なんですよね。おかしいな。
ああさんは天智ですか。違うよ。ああさんは何だったかな。なんだっけ。5G です。すいません。5G でした。すいません。そうでもテストが、まあ、そろそろなんですけど、テスト終わったらみんなで、そうまあ息抜きしたいねっていうお話はしてるので、その息抜きのために頑張ろうと思います。頑張ります。化学記号、楽しみですね。うんうんうん。皆さんはそろそろ何かあるとかありますか？私はもう完全テストでいっぱいいっぱいなんですけども、何かあります？皆さん、いいな。ケーキ食べた？なんで特別な日だったのかな。今日私は緑茶飲みました。あったかいと豆大福ロールケーキ。渋くない渋くない。そうなんか豆、うん、なんか大福ロールケーキみたいなやつがコンビニスイーツでありまして、それをついつい見つけて買って、あったかい緑茶と飲んで食べました。美味しいですよね。和ですね。そう、私和菓子がとっても好きなので、好きでした。美味しかったです。最近私の癖なのかもしれないんですけど、目いいのに目悪いふりするのが好きなんですよどういうことだと思うと思うんですけど、めっちゃ目いいので普通にこうやって見ればわかるんですよ。なのにわざとなんかこうやって見て、でガン決める。いや、はい、なんですかね、ちょっと変な癖、そうなんか、ちょっとあんま見えてなさそうな、いやなんかそうこうやって見るじゃないですか、いやなそうなんだ。本当に目が悪くなるんだ。やべ、やめとこ。汗なんか最近ハマってるんですよね。今のイントネーションハマってるんですよ。なんかふうこれなんか友達が考えたんですけど、本当に新しい言葉が次々と生まれるんですけど、なんかふうっていうのが流行ってます。なんか汗ふうとか、あとなんか階段登った後にふうって、そうデラアーチーふう、なんなんですかこれ本当に。もう面白いですね。それが最近の口癖です。最近もうツボすぎてめちゃめちゃ面白いんですよ本当に。そう、最近の流行りらしいですこれが謎だよね本当に。面白い、ふふふ。そうだけど最近ほんと学校で笑いすぎてやばいんですよね。 GS 徳川さん、クマありがとうございます。コバさんハートありがとうございます。翔くんハートありがとうございます。最近レミタンとお話ししましたか？しましたよ、しましたしました。したけど最近あれかも、お互いそのさテストとか近いから連絡がするんだけど遅かったりする、時差が結構あるかな。
そう、早く会いたいですね、直接。早く会えないかな、いつ会えるかな、会える日が全然わからない。ヒューヒューツイッターフォロワーもうすぐ1万人？え、ほんと？イエーイ！早く1万人行くといいなと思います。でもたまにこれ私だけなのかな、わかんないんですけど、急に増えたり急に減ったりするんですよ。何ですかあの現象って。はい、だから私が思うに1万人行ってイエーイと思って次の日見たら9982とかなってたら、ちょっとめちゃめちゃ泣いちゃうなと思って、スクショ頑張りますね。ちょうどパシャって頑張ります。そう、岡田奈々さんとリンリンさんのお誕生日、あ、そう、聞いてください。ちょっと失敗してしまったことがあって、おめでとうございますコメント私したんですけど、リンリンさんと奈々さんに、でリンリンさんお誕生日おめでとうございますって送って、で岡田奈々さんにはお誕生日おめでとうございますしか送らなかったの。なんでかっていうと、岡田奈々さんってどうやってお呼びすればよろしいのかなと思って、なんか緊張しちゃって、なんかどうやって呼ぼうと思って、岡田さんはちょっと硬いし、奈々さんはちょっとなんか慣れ慣れしいかなと思って、岡田奈々さんはちょっと硬すぎるなとか思って、緊張しちゃって、めちゃめちゃ私岡田奈々さんが好きというか尊いというか、まあ、いわゆる推しなんですよね。多分言ったことはあまりなかったと思うんですけど、すごく好きなんです、ああいう素敵な方は。なんか好きなんです、かはい、ああいうかっこいい雰囲気の方が好きなんですよ。そうなんですよ、だからちょっと恥ずかしくて、ちょっと陰キャみたいにチキっちゃったんですけど、なんて呼べばよかったのですかね、ナナさんですかね、ナータン、それは絶対ナナナガチリすぎて疲れた、お疲れ様です。ふう、いや、リンリンさんはお話ししたことありますし、リンリンさんって呼ばせていただいてるのでわかるんですよ、まあ、リンリンさんって感じなんですけど、岡田奈々さんはなんかね、うん、はい、なんというのか、感じですね、うん、緊張しちゃいます。皆さん素敵な方ばかりで、ハハ、あ、そう、友達がなんかよくやってたんですよ、情報リテラシーとか、なんかモンテスキューをモンテスキューやったっけ、あれ違うかモンテスキュー、え、合わなくない、モンテスキューん、ロックとか、ロックは分かる、モンテスキューなんでなの、モンテスキュー
こと？面白い。とか何だったかな。あ、三権分立だから三角ね。なるほど。え、天才だ。モンテスキュー。ロックは抵抗権。何だともいいんだ。ロックは抵抗権らしい。さすが、ちゃんだ。すギョい。そういうことだったのね。え、めっちゃいいじゃん。何それ。え、じゃあこれからもし三権分立って出たらこれやればいいんじゃん。テスト中にモンテスキュー、モンテスキューってなるじゃん。天才か、すごい。情報モラールドヤ、これは態度ですね。情報リテラシー、これ何、これなんで走るんだろう。気になる話だ。今日、あ、行動、すごいずら。みんな、なんか覚え方、やっぱそういう、なんて言うんだろう、自分で覚え方作るのって結構良かったりしますよね。私も社会はよくそうやって覚え方作ったりします。すごいずらん。メガネ疲れたので、ふうふうすごい、本当にセンスありありな友達でございます。結晶は養分運ぶから列車が走るポーズだよ。これかな。福井県です。私は福井県出身です。そう、先日なんとカニが解禁されましたよ皆さん。福井の皆さん、そして他の県の皆さん、なんと福井のカニが解禁されましたよ。イエーイ。まあ、まだ私は食べれてないんですけど、今年こそ絶対食べます。今年は、去年も食べたんです。去年たくさん食べましたね、カニは。うん、絶対食べる今年も。いえ、それ極みすごかった。新聞で見ました。そう、カニ解禁ありますよ。けカニ美味しいですよね。本当に美味しいですよ皆さん。これバキッはあ。給食には出たことない気がします。出たことないはず。はい、まあ、やっぱあの高級というかレアというか、まあ福井県民でもそんな毎度毎度食べれるっていう、すなんかそういうものではないので、とても貴重な素敵な食べ物となっております。だからそれに比べて味ももうお高い、素晴らしいお味というか、はい、だからレアなんですよね。どうなんだろうね。そう、セイコガニ、そうですね、いろいろありますよね、カニの種類も。一人で一杯食べられる余裕ですねあ、これも流行ってますね。あのなんか友達ふなんかふどやみたいなふとかわらっていう意味でふとかなんか流行ってるんですよ。はい、余裕ですね。徳川配信めちゃくちゃ見たいな。確かに見たい、私もしたい。ちょっと時間はすまい、じゃあ今度やりますね。やりたいの話しときます。レミタンとイエーイ。
ね、服留めもしたいね。確かにしたいです。私もです。はい。同期としたい。確かにマジコどうこう。マジコはあと最後の方に多分出てくるのでお待ちくださいませ。はい。坂川配信見てる暇ないけど見たいずら。そうだね、みんなもう頑張ってますよね、勉強たくさんたくさんと。偉いずらほんまに。おっ、偉いずら。ポーポーポー、なるほど。坂川寝るの8時。なことないよ、そんな早くないよ。最近は前までなんかめちゃめちゃ規則正しくて、自分超早く寝てて友達に何してるのって言われちゃったぐらい早く寝たんですよ。もうそんな早くはないさ。ヒューポン、ハートありがとうございます。もうそんな早くはないですね。さすがにちょっとまあ夜遅くまで勉強しないとなと思っていますので、はい、最近は頑張ってますよ。改めて後ろの習字うまいな、ありがとうございます。でももう習字やめちゃったんでどうかな。また久しぶりに習字やりたいな。どうなんだろう、もううまくないかもしれない。ピエー。まあでも6年間やってきたんでね、小学生から小学校6年間ずっとやってたんで、まあそんな簡単に腕は落ちないと思うんですけど、どうだろう、落ちたかも。最近全然やってないんでね。坂川の字綺麗。え、全然なんですよ、全然綺麗じゃないですよ。習字筆では全然書けるんですけど、ボールペンとかめっちゃ苦手で、ボールペンって書くのは苦手なんですよね。なんかそう、独特な字なんですよ私。その筆って書くのはこんな感じなんですけど、シャーペンとかで書くと、え、これお見せしていいのかな、お見せしていいか。だからノートとか、だからノートは本当に綺麗で、いつもどうやって書こうって、もうずっとノートの書き方を悩んでて、なんかノートってやっぱり自分が読める字であればいいみたいなことを言われるんですけど、自分が読みたくなる字ってやっぱり綺麗でまとまってる字だと思うんですよ。だから綺麗じゃないノートは私は見る気が失せてしまうので、はい、綺麗にまとめたいなって思っております。そう、見直した時に綺麗だとめっちゃ、そう、おーってなります。
勉強とか言ってお絵かきしてるとか思ってたずら。するわけないずら。たまにするずら。最悪ずら。嘘ですよ。そんなしませんよ、さすがに。もう受験生なのでね、しません。あ、そろそろあれだ。あ、そう、ダンスが本番終わったんですよ。ダンス発表終わったんです。体育のダンスの授業が終わったんです。あー、ひどいぜ。ひどいずら、そんな。落書きしてないずら、虚言癖ずら。そう、ダンス終わったんですよ、イエーイ。そう、めちゃめちゃ楽しかったですね。今回なんか先生が言うにはすごくなんかなんていうの、仕上がっててめちゃめちゃ良かったダンスだったらしいです。まあ、私たちのことを言っているのか違うのかわからないんですけども、楽しかったです。そう、ありがたいことに私はセンターを務めさせていただきまして、楽しかったです。とてもなんか久しぶりにも立ちたくなったよね、ステージに。楽しかった、ステージ立つのは。そうで、創作ダンスだったんですよね。もう本当にやっぱり創作ダンスは難しい。私はいつも決まったダンスとかそういうのしかしなくて、自分たちで振りを考えるなんてなかなかしないじゃないですか。だからめっちゃ苦戦しましたね、今回も。去年も苦戦したんですけど、今年もまたまた苦戦しました。難しかったです。でもみんなで協力して考えられたのでよかったと思います。え、動画あるのかな。どうだろう、ないかも。確かにヒーヒーヒーとは2年連続、確かにダンスグル同じでしたね。イエーイ、頑張ったね。確かに、そっか、なんか懐かしいな、楽しかったな、全部。それは学校のジャージなの？違います、これは普通にアディダスなんですけど、普通のジャージでございます。なんか勉強頑張ってる学生っぽいかなと思って着てみました。そう、去年もしてました。学校もっとださい。最悪。おかえりー、ゆうゆうゆう。自分はユニクロです。ユニクロいいですよね。このメガネユニクロだった気がする。え、違うっけな。このメガネユニクロだった気がします。みんな見つけたらぜひゲットしてみてね。あ、そう、今日メイクすごくいいね、ありがとうございます。そう、今日メイクマスカラ変えてみたんですよ。久しぶりに元々のガッツガツに上がるヒロインマスカラだったっけな、ヒロインメイクのマスカラにしたらすんごい上がって、ちょっと今回メイクが結構いい感じなんですよ。気づいてくれて嬉しいです、ありがとうございます。そう、マスカラバッチバチに戻しました。そう、なんかこれはなんで今まで使わなかったかっていうと、前に使ってたんですけど落ちなくて、そのクレンジングしても全然落ちなくて、もう強力すぎて、まつげ死ぬんじゃないかなって一時期思ったのでやめてたんですけど、マスカラリムーバーかな、そのマスカラ専用のリムーバーを買ったので、それを使えばいけるんちゃうと思って使っちゃいました。そう、だから今日はメイクバチバチ比喩かとなっております。うん、まつげ大事よね。私まつげ大好きなんですよ。
もっと私下まつげがなくて、あ、今日またほくろ描いてます。下まつげがなくて、だから下まつげ欲しいんです、もっとビヨーンって。下まつげ長い人ってなんか魅力的に感じません？とてもあのひなこさんとかの下まつげ大好きで、バッサバサでした、こう前見た時に。なんでこんな長いんですかって聞いたら、何だったかな、なんかおっしゃったなんですけど忘れちゃった。でももうなんかすごかった。でも何もしてないって言ってた気がする。すごい、本当に羨ましい、まつげが長い人。つけまつげは初めてあの舞台、マジムリの舞台でつけましたけど、目が重たいんすよ、やっぱりもう違和感だらけで、ギャルってすごいんだなって思いました。はい、めちゃめちゃ重かった。なんかもう目が2倍ぐらいで、おーってなるぐらい。そう、あとやっぱり違和感、動く時に、じゃあ瞬きする時に一緒に動くので、おーってなりますね。でもやっぱ舞台は光が強いとかで顔が薄く見えちゃうので、もうメイクもバッキバキに濃くしてましたね。懐かしい。はい、かなって感じ。何しようか。わー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 。そうで、逆にそう、映画はもうすっぴん、ほぼすっぴんの状態を撮りたいっていう話で、そう、めちゃめちゃ薄いメイクでしたね。だから、うん、ほぼすっぴんでしたね。だから舞台と映画って本当に違うんだなって感じですね。やっぱ映画カメラ近いしね、うん、やっぱり濃いと普段ね、なんか、うん、自然体っぽくないもんね。そう、激薄メイクでした。フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。ぜひぜひこれからも見てください。日焼けする前に撮影できてよかったね。あー、日焼けしてたっけな、あの時どうだっただろう。でもそんな黒くなかったはず。確かにできてよかった。学校メイク禁止なの？もちろんですよ、めっちゃ校則厳しいですよ。おんまりじゃないとダメなんですよ、本当は。こんな感じ。今ちょっと伸びちゃってるんですけど、やばいですね。ゆきたんさん、だるまありがとうございます。何県なの？福井県でございます。カニでございます。確かに、そう、あーさんはそう、前髪って私言われますね、毎回チェックで前髪ってめっちゃもう秒速で鋭く前髪って、真似うまいな、うち前髪、私がこうやって頑張ってこうやってやっても前髪ってくっそーっていつも悔しがっているので、明日こそ勝ちたいと思います。まだ4勝0敗ぐらい。はい、レミタンが今配信でヒューカちゃんに会いたいと叫んでるよ。え、レミタン、うお、私も叫んでるって言っといてください。レミタン、私も会いたいよ。嬉しいですね、レミタン。お互い叫んでる。レミ
徳川配信はよ、皆さんちょっとレミタに言っといてください。今徳川配信したいってヒューカが言ってるよって。また今度ね、今今日は多分お互い何も予定してないので、はいはいはい、イエーイお願いします。おめでとう、はや大ファンです、はやの誕生日です。あ、誰、誕生日の方がいらっしゃるのかな。お誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー。勉強しなさい。はいはい、かしこまりました。なんかこれ、あ、私あの人が覚えられなくて、今から人を覚えていきます。よし、人の絵を描きます。てんてんてかてかてんてんてかてかてんてんてか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 てんてんてかてかてかてんてんてかてか、あーなんか変、てんてんてか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 てん、昨日はコーピッピの誕生日でしたよ。本当コーピッピー、おえピッピー人は特徴を覚えるべし。了解っす。てんてんてかてかてんてんてかてかてんてんてか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 ダダ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 ダ。難しいな、人の体ってこんな感じなの。ちょっとグロいな。うん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 。てん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 どんどんどこどこどんどんどこどこどんどんどこ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 、なんかすごいことになっていますけども、なんかクイズしてるんですけど面白いずら。よし、オッケーです。ちょっと下手くそかも。どうか、あんま上手くない。でれん、見えるか、こんな感じ。レミタン可愛いって言ってる。そんな、こっちのセリフっすよ。レミタン会いたいですね、本当に。可愛いズラ。よーし、書いていくぞ。あ、徳川配信近々、やった、近々っすね、なら、イエーイ。
これが大腸なのか、やっと分かったぜ大腸の場所が。水道。よーし、できました。はい、ひゆかちゃん鼻が高い。全然ですよ、ぺちゃんこっすよ。うん。いや、メイクでちょっと、はい、高く見えるのかな。ありがとうございます。でも嬉しいです。じゃあ今日はそろそろここら辺にしとこうかなと思います。疲れたずら。おい、ここニキビできたんですよ。最近肌荒れがまた出てきて、ここもニキビできたんです。食べ過ぎなんですよね最近。冬になってなんか食べ物がめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。もう秋から冬にかけて太ってる一方なんですよ。そろそろ我慢しないと本当にやばい事態になっちゃうので頑張ります。はい、食べ過ぎずら、今日もたくさん食べちゃったずら。今日ペペロンチーノ食べましたね。美味しかったずら。最近食べ過ぎなんです本当に。ふう、私の筆箱紹介。ハンギョドン。スパイハンギョドン。これ可愛くないですか。スパイハンギョドンです。へしこずら、へしこずら。じゃあそろそろランキング読みましょうか。読みましょうか。嘘、男の子みたい。そんなことないずら。確かに色がちょっと青だからかな。え、汚れてる、隠しとこう。キキカワハンギョドン。ね、ペペロンチーノ、そうピリ辛なのが好きなんですよ。もう大好きです本当に。美味しすぎてなんか泣きそうになっちゃったんですよ。最近美味しいもの食べるとめっちゃ感動しちゃって、うん、最高。スパイハンギョドンですよ。可愛すぎないかな。可愛い。水タイプ系好きですか。え、好きかもしれない。なんか水色、ドラえもんとか大好きです。水色のキャラクター好きなんですよ。ポッチャマとか。うん、好きですね水色。うん、好き。カビゴンもなんかちょっと緑っぽいですよね。緑とか青とか好きなんです。ケロッピとか大好きです。コジコジも大好きです。コジコジは水系じゃないかな。コジコジ大好きです。そう、青系好きなんですよ。そうだから、そのなんか一回家を青にしてみたい。 なんていうの、家の表面じゃないですよ、その家の中とかを青系にしてみたいですね。青好きなんです、だから。うん、だから無一郎くんも好きですよ。時任無一郎くん、は、好きです。
はじめまして。すごい盛り上がったルームですね。ありがとうございます。そうですか？そう、皆さん、ファンの皆さんがたくさん盛り上げてくださる素敵な配信になっているではないでしょうか。ありがとうございます。頑張ります、受験生。はいと。ケロロ軍曹はあんまり、まあまあですかね。ね、青色かわいいよねって感じかな。はい、かわいいですよね。素敵なコメントばかりで嬉しいでございます。ではそろそろランキング読んでよろしいでしょうか。ランキング読もうと思います。それでは13位、幻さん、ありがとうございます。また見てください。12位、中心さん、ありがとうございます。また見てください。11位、ごめん先生さん、ありがとうございます。また見てください。10位、庄司さん、アットマーク8もお疲れマジコということで、ありマジコまた見てください。9位、ミカさん、勉強お疲れ、ジャージお揃い、本当お揃いだ、やった、ありがとうございます。また見てください。8位、翔くん、アットマーク、福井で一番可愛い子は？テストに出ます。マジか。覚えてない。でも、福井みんな可愛いんで、絶対一番なんか決められないと思います。私の意見。はい。また、見てねー。7位、ゆきたんさん、アットマーク、ひゆかたん大好きピー。ありがとうございます。私も大好きピーでございます。ゆきたんさん、いつもコメントありがとうございます。また、見てねー。6位、大輔さん、アットマーク、マジコちゃんに会いたかった、イエス、マジコトゥルトゥ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 ルトゥトゥ、マジコちゃんに会いましたね、久しぶりに。確かに久しぶりにマジコやった気がする。また見てください。ギラ5位、チョコミントさん、アットマーク、今都内の福井アンテナショップ行ってきたよ。福井アンテナショップって何？気になる。いいですね、福井馴染みがあって私と。ありがとうございます。また見てください。4位 GS 徳川さん、ありがとうございます。また見てください。3位ひでぽん、アットマーク、エイトも、ありがとうございます。また見てね。2位、ホンチュさんかわいいお名前ですね。ホンちゃん、ホンチュさん、かな、当てるかわからないです、すいません。また見てください。ありがとうございます。そして1位は、元気くん、ありがとう。1位おめでとうございます。また見てね。さあ今日のラッキーカニカニは、22位、トシベビースターマンさん、ラッキーカニカニ、ありがとうございます。また見てください。さあもう一人の方は、44位、バッポイさん、ありがとうございます。また見てください。はい、ということで、銀座の福井アンテナショップ、へえ、すっごい、見てみます、調べておきます、気になる。じゃあスクショタイムいきましょうか。何がいいかな、紙ないかな。ほっ、さっ、ふっ。ああ、聞いてください。タートルネックを最近着たんですけど、タートルネックを着たらここが痒くて痒くて、ちょっと、はい、びっくりしちゃってます。メガネでマジコポーズ、了解です。受験生ポーズ。了解です。あ、カニ解禁ポーズいいですね。そうしましょう。了解です。それではこの3つでいこうと思います。ほう、山地子呼びます。皆さん読んでくださってありがとうございます。マジコでございます。皆さんお久しぶりです。それでは早速スクショタイムしていこうと思います。ちょっと反射しちゃうので
こんな感じでいいですか？すいません。ではいきます。よいピン。はい、ということでありがとうございます。マジコでした。またお会いできる日を楽しみに私もしているので、皆さんもね、待っててください。ありがとうございます。ありがとう、マジコちゃん。ありがとう、お疲れ様。ありがとう。ということで早速坂川ひゆきに戻って、次は受験生ポーズをやっていこうと思います。じゃあいきます。私のこのこちら、ちょっと YouTuber っぽく、こちらですね、私が愛用している、はい、こちらクルトガの 0.3 ミリでございます。これも書きやすくて最高。私はクルトガミンなので、はい、いきます。よーいピン。これ間違えて YouTuber みたいになっちゃった。間違えた、こうだ。よーいピン。0.3 細いですか？ 0.3 が一番書きやすいですよ、皆さん。はい、次いきます。次はカニ解禁ポーズです。いきます。よーいピン。普通だ、カニ。カニカニカニ解禁ポーズ、カニカニカニ解禁ポーズ。はい、はい、ということで以上となります。今日は皆さんありがとうございます。5386人の方が見てくださってありがとうございます。またぜひとも次配信するときは見に来てください。ではツイッター1万人を願って、はい、また見てね。ありがとうございました。また755とかツイッターにもあげるので楽しみにしていてください。それでは。